チームの勝つか、大学生チームの勝つか、社会人チームの勝つか、予選でトップのところが勝つか、全く予想のつきません。男子は 400m リレー、それでは出場チームの内側から順に紹介してまいります。内側第1レーンは日本体育大学、松本君、近藤君、阿部君、浅海君。第2レーン、アクセル TC、 桑原君、本田君、山下君、武田君。第3レーン、国士舘大学、斉藤君、戸塚君、佐藤君、三井君。第4レーンにスパーク、玉造君、清宮君、梅田君、尾形君。第5レーン、東海大東洋、江口君、三井君、磯野君、沢上君。第6レーンにルドルフ、和西君、山木君、鹿内君、片山君。第7レーンに八千代高校、平間君、柴田君、山口君、東輝君。第8レーンに市立船橋、豊田君、藤橋君、山下君、真原君。さあ、どんなレース、どんなタイム、どこが勝ちますか。最終の男子 400m リレーの決勝です。斉藤君、戸塚君、佐藤君、三井君のオーダーでした。そして2番はどこだったんでしょうか。皆さんお分かりでしょうかね。これ電光掲示があるとランニングタイムでパッパッパッと出てくる、そこで一気一憂でね、わーわー盛り上がりたいところなんですが、手元のところ、まあ、不確定なので気にしないで聞いてください。1位は国士舘大学、これは間違いない。2番は今のところ市船、3番目今のところルドルフ、4番目今のところ八千代、だんだんしつこくなってまいりました。5番目アクセル TC、 6番目スパーク、7番目日体大、8番目が応用。まだ順位は確定ではありません。今一度確認をしておりまして、確定となりました。今の順位です。国士舘が優勝、最後真原君頑張りました。横一線のレースでしたけども、ね、本当に0秒1から0秒2ぐらいの間に5チームが入ってますね。大混戦でした。さあ、それでは結果の発表をまとめて行っております。